ダーハテクノロジー石膏大化技術として知られる石膏大化技術古墳有限講師略称では大花古墳内誌大花技術は中華人民共和国講州市に本拠を置く監視カメラ設備などを扱う企業で2015年の時点でこの分野における世界第2位の市場選挙率を持っているダーハテクノロジーは風都清水が創業した2008年5月20日 ダーファーテクノロジーは、新鮮証券取引所中小企業向け市場に上場し、株式銘柄の略称は、大花古墳となり、当初発行株式数は千六百八十万株、発行後総資本は六千六百八十万株となった。二千十三年八月、同社が開発した強い妨害系統に抵抗する、電源スイッチ制御信号発生回路に、国家知識産権局が、 発明権利証書を発行した。2015年、同社は、営業収入100.78億元、純利益13.81億元を達成した。2016年9月、アメリカ合衆国のジャーナリストであるブライアン・クレブスが、運営するウェブサイト、krebsonsecurity.com に対して、史上最大級のディーダス攻撃が仕掛けられ、それが、 ボットネットによるものであることが判明した。インターネットサービスプロバイダーのレベル3、コミュニケーションズによれば、このボットネットで最も広く見られた感染機器は、ダーファ製品やダーファが OEM を受けて生産した監視カメラやハードディスクレコーダーであったという。100万台近くのダーファ製品がバッシュライトというマルウェアに感染していた。ダーファのカメラの大部分には脆弱性があり、 機器の動作を制御している Linux のオペレーティングシステムに文字数が多すぎる適当なユーザ名で入れば誰でも機器を完全に支配できたという。これが悪用され、マルウェアがインストールされて DDAS 攻撃にもランサムウェアを使った共用にも使えるようになっていた。2017年3月には DAFA のカメラやレコーダーの多くにバックドアが存在していたことを Fortune500 に数えられる。 防車のために調査していたセキュリティリサーチャーが発見した。この脆弱性は、防車の車内ネットワークにつながっていたカメラを使い、車のファイアウォールをすり抜けて中国へデータを流出させていた。ウェブブラウザを使って、この脆弱性をつくと、権限のないものでも、機器を操作するもののユーザー名やパスワードのデータベースを遠隔操作でダウンロードすることができたため、アクセスが可能になっていた。 ダーファは11種の機種について、この脆弱性を修復するためにファームウェアを更新した。しかし、セキュリティリサーチャーたちは、この更新されたファームウェアにも、同様の脆弱性が残されており、プログラム内の別の位置に移されただけであることを発見した。リサーチャーたちは、これを意図的な欺瞞であるとした。2018年時点で、ダーファは、 業界主員のハイクビジョンに次ぐ世界シェアを占めており、中国の2社が全世界シェアの4割以上を占める状況となった。新疆ウイグル自治区のウイグルに対する大量監視に関わっており、2018年以降の米中貿易戦争が行われる中で2019年10月にアメリカ合衆国商務省産業安全保障局は新疆のウイグル族をはじめ、 中国における少数民族や少数宗派に対する監視に関与しているとして、ダーファを制裁すると決定し、10月8日にダーファ、テクノロジーを含む28の中国企業等を輸出管理規則、エンティティ、リストの掲載企業に基づき、取引規制の対象とした。ありがとうございます。